第91回キネマ巡放ベスト10の表彰式が2月12日、東京、文京シベックホールで行われた。主演団優勝は、ああ、荒野、火花など8面6尾の活躍ぶりだった、姿進む明に贈られた。重量約5キロのトロフィーを受け取り、本当に重い賞。まだまだ知らないことも多く、自分に何ができるのかもわかりませんが、ワンカットワンカット、俳優部として、 真摯にやっていきたいと決意を新たにした。2017年は歌手、声優などを大忙しで駆け抜けたが、姿本人は自分で決めてやったことなので、それはそうなるわなという一年でしたとケロリと語る。ありがたいことに、姿くんとこれをやりたいと言ってくれる方がいらっしゃって、目や熱意を見ていると幸せで、ぜひ、という他ない。まだ体も元気なので、 倒れたりしないまでも、できる限り頑張っていきたいと意欲を燃やした。また、ああ、荒野は、ヤン・イクチュンが、助演団優勝、岸全高監督が、読者選出日本映画監督賞を受賞。この日のために、韓国から来日したヤンは、トロフィーを振り回し、家にもう一個あるんですよ。これを持って帰り、家のトロフィーと結婚させようと思います。ああ、荒野が、 日本映画の歴史、世界の歴史に記録されていきます。私の名前も1ページくらいに残してくれる、そんな感動を噛み締めていますと、誇らしげだった。さらに、主演女優賞は、彼女がその名を知らない鳥たちでの熱演が映画ファンの心を震わせた、青井優の手に、京都での舞台公演から駆けつけた青井は、11年前にもこの賞をいただき、 またこうして呼んでもらえて光栄ですと感激の面持ちだが私は11年前からどれだけ成長しているんだろうか。なりたい役者像の何パーセントまで来られたのか。正直2%くらいかなと思いますと謙虚に明かす。それでもたくさんの素晴らしい人との出会いによって私はここに立たせてもらっています。私自身は本当に大したことないんです。 今日も壁に3度ほど激突したくらいです。たくさんの人に手を差し伸べてもらっていて、しっかりとそれを信じ、あと98%頑張りたいです、と笑顔で結んでいた。日本映画ベスト10第1位の映画夜空はいつでも最高密度の青色だわ、石井優也監督が、日本映画脚本賞、石橋聖川が、新人女優賞に輝いた。石橋は、今作で、 数々の映画賞を受けているが、これからは役を全うできるような役者になりたいと思っています。なるためには、人の痛みがわかる人になることなのかな、と思います。精進します時を引き締めた。幼い我らに、生まれを全身全霊で支えた、助演女優賞の田中麗奈は、頑張っていきまっしょいで、新人賞をいただいてから20年ほど経ち、再びこのトロフィー。 新人の頃は、この重さを分かっていたのでしょうか。絹は順法さんに映画の道を切り開いていただいたと年々感じており、こうやって受賞という形でいただけたのは本当に嬉しいです。主演の浅野忠信さんをはじめ、みんなで一緒に頑張ったでしょうとして、受賞を分かち合いたいですと表情をほころばせた。そして、花がたみ花がたみで、 日本映画監督賞を獲得した80歳の大林信彦監督が登壇するや、場内を万来の拍手が包み込む。映画によって過去を学び、今を考え、明日をより良くしていこう。映画で歴史の未来を変えることができます。それは戦争なんかない平和な時代。それをみなでたぐり寄せる、そういう素晴らしい力を皆さんが与えてくれたと映画の素晴らしさを称えた。 闘病中であるが、振動金戸さんは99歳まで映画を撮った。自分も、あと30年は映画を撮りたい。願ごときで、誰が死ぬか。と力強く宣言していた。受賞リストは、以下の通り。個人賞。日本映画監督賞、大林信彦、花形見花形見。日本映画脚本賞、石井優也。 映画夜空はいつでも最高密度の青色だ。外国映画監督賞券ローチ、私は、ダニエル・ブレイク。主演女優賞、青湯、彼女がその名を知らない鳥たち。主演男優賞、姿進む秋ら、ああ、荒野前編、ああ、荒野後編、火花、定一の国、奇跡あの日のそびと。助演女優賞、 田中麗奈、幼子我らに生まれ。助演団優勝やに行くちん、ああ、荒野前編、ああ、荒野後編。新人女優賞、石橋聖が、映画夜空はいつでも最高密度の青色だ、パークスパークス、密シと万人。新人団優勝、山田亮介、波屋雑貨店の奇跡、鋼の錬金術師、スケジュールの都合で欠席。 読者選出日本映画監督賞、岸前行、ああ、荒野前編、ああ、荒野後編。読者選出外国映画監督賞デーミアン・チャゼル、ララランド。キネマ巡報読者賞立川志らく。作品賞、日本映画ベスト10第1位、映画夜空はいつでも最高密度の青色だ、石井優也監督。外国映画ベスト10第1位、 私は、ダニエル・ブレイク、剣道地監督。文化映画ベスト10第1位、人生フルーツ、藤原武之監督。